はい、こんにちは、バーナブです。はじめまして。在宅ワーク疲れた、どっか行きたい、なんか旅行しながら仕事できないかな、そう思っている人いらっしゃいませんか？今回ですね、この企画は普段私映像制作をしてるんですけれども、映像制作しながら旅を続けて、まあ、気ままに仕事していきたいなって思ってこの企画立ち上げました。まずはですね、車必要ですよね。まあ、私車持ってないので、どんな車がいいのかっていうのを探してみました。キャンプが好きなので、キャンプできたらいいな、あとはまあいろんなところ行けたらいいな、あれもしたいな、これもしたいな、そんなのを全部叶えてくれるような車ないかな、探した結果この車に行き当たりました。ということで早速車屋さんに行ってみます。はい、それでは今日はですね、こちらのお店にやってきました。どのお店かというと、ちょっと来てください。もう並んでますね、並んでますね、すげえ。はい、今日来たのはジープ世田谷店さんに今日は来ております。じゃあ早速中に入ってみましょう。いらっしゃいませ、お待ちしておりました。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、今日担当していただくのはジープ世田谷の伝説のセールスマン佐藤さんでございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと早速中に行ってみようと思います。どうぞ。なんかいきなりすごい車が、もう最近出たグランドチロキーでございます。グランドチロキー、はい、グランドチロキーでございます。もう冒険心くすぐる車が、5メーター超えの大きいサイズなので、はい、はい、なんかここお店も大きいですよね。なんかそうですね、あの都心では一番大きい、はい、お店になってますので、すごい、日本一登録をしていまして、日本一販売しておりますので、日本一のディーラーさんです。はい、いろんなお車見れますので。いろんなお車、はい、どうぞどうぞ。じゃあ早速ですよろしくお願いします。よろしくお願いします。失礼します。いや、すいませんね、急に。いえいえいえ、お呼び立てしてしまって。今日はですね、はい、ちょっとあの無理難題かもしれないですけど、はい、こんな車を探してるよっていうのをね、はい、相談してさせていただきたくて。かしこまりました。まずですね、はい、在宅勤務が最近多くて、はい、もう家で仕事するの飽きてきちゃったんですよ。羨ましいですね。あ、そっか、セールスの方ですもんね。はい、そうなんですよ、基本ここですね。そうなんです、憧れます。まだね、はい、人と話してるから、はい、いいと思いますよ。あ、そうですか。これ人と話さなくなって、はい、まあ、あの動画編集ねしてますから、はい、家でずっと誰にも会わず、日の光も浴びずいるのは猫だけな感じになってくると、はい、結構あのきつくなってきますから、ね、だから日本全国、はい、つつうらうらを、はい、旅しながら、はい、ドライブしながら車の中で、はい、はい、仕事をして、おでキャンプも好きなので、はい、オフロードみたいなのも行ける感じで、はい、車の中で仕事できるぐらいのスペースがあって、はいはい、かつかっこいい、なる、はいはい、でいろいろな車を見たんですけど、はい、やっぱジープってかっこいいなって思ったんですよ、はい、ただジープって言っても結構いろんな、ね、お店見ましたけど。そうですね、車種はもう本当に様々ありまして、まあ、どれも本当に冒険できる車、どれも冒険できる車、今のお話を伺うと、まあ、非現実的なところにこう求めているのかなっていうのがございますので。わかります。はい、わかります。非現実感、はい、なのでもうおすすめしたお車1台ございますので。もう頭の中にもうこれしかないだろうなっていう。ちょっとワクワクするな、はい、なんかちょっとワクワクしてきましたね。もう見てびっくりだと思います。もう今日はあそこにあるんですか？ございます。じゃあちょっと早速、いいね、このやらせ感がいいよねまるで事前にぴったり打ち合わせをしたかのような、うん、はい、この展開ね、はい、いいと思います、はい、じゃあ早速、はい、車を見せていただきましょう。いきましょう。はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。さあ、じゃあちょっと、はい、ジープさんの駐車場に今来ておりますが、はい、この中にあるということですね。この中にどれかになります。いや、ちょっと待って、全部かっこいいんだけど、はい、どれですか？こちらになります。うわー、一番かっこいいと思ったやつだすごい、なんかあの他の
やつと色が違いません？これグレーですよね。そうですね、スティンググレーというカラーになります。スティンググレー、はい。なんか軍用車をイメージしてモチーフした色になりますので、本当にザ・ジープ・ラングラーというカラーになりますね。これ、ラングラーっていうのは車の名前ですか？そうです。ちょっとこの車の紹介をお願いします。紹介ですか、はい、こちらの車はラングラー・アンリミテッド・ウィリス、当時の特別限定車になります。ほう。特徴は前から見たときにこのグリルの部分がブラックで塗装されている部分が特徴的になっています。すごい。普通はあれですよね、ここのボディの色と同じ色ですよね。このようになります本来は、はい、特別仕様でここが黒い、黒くなってます。でホイールもブラックの塗装になっていますので、はい、このようにこれ普通黒じゃないんですね。普通はもうポリッシュシルバーの色になってます。すごい。あ、なんかここにね、ここに見て見て、はい、ジープの絵が描いてありますね。見つけちゃいました、はいはい、隠しジープでございます。隠しジープ、はい、あ、隠れてるんですね。隠れてますこのように至る所にこういった、ものが隠れてますので、まあ、探すのも面白いです。ここだけじゃないんで、他にもございます。へえ、すごい遊び心満載ですね。あ、そうです。いや、これはかなり非現実感出ます。乗って楽しいです。ほ、いかついな。いろんなところに行きたいと思います。ジープっていうともうこの顔を結構想像すると思いますね。思い浮かびますよね、はい、これでも最近というか数年前に、はい、なんかモデルチェンジしたんですよね。しました。2018年11月に。あ、もう結構経ちますね。はい、しております、はい、一見ね、なんか一見そんなに変わってないように見えるんですが、よく見るとがっつり変わってるっていう、ほぼ変わったと言っても、ほぼ変わってます過言ではないくらい、はい、もうボンネットのデザインも変わってますし、あとはサイドも変わってますし、はい、はい、いろんな人に見られると思います。ありがとうございます。はい、いかがでしたでしょうか。ラングラー JL めちゃくちゃかっこいい車でしたね。今日はですね、納車少し前の下見ということでちょっと見せてもらいましたが、この後はですね、この次の動画でこの車に純正のドライブレコーダーを取り付けしていきたいと思います。といっても私が取り付けするできるわけでもなく、実際はジープのメカニックの方に取り付けしてもらうところを私が撮影させていただくという形になりますので、お楽しみに。それではまた。